ジョバンニはすぐ後ろの天気輪の柱がいつかぼんやりした三角標の形になって、しばらくホタルのようにペカペカ消えたり灯ったりしているのを見ました。それはだんだんはっきりして、とうとう凛と動かないようになり、濃い恒星の空に立ちました。今新しく焼いたばかりの青い鋼の板のような空の野原にまっすぐにスキッと立ったのです。するとどこかで不思議な声が、みんなステーション、みんなステーション、という声がしたと思うと、いきなり目の前がパッと明るくなって、ジョバンニは思わず何遍も目をこすってしまいました。気がついてみると、さっきからごと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 小さな列車が走り続けていたのでした。僕は夜の軽便鉄道の小さな黄色の電灯の並んだ車室に窓から外を見ながら座っていたのです。僕はきっとそうします。その時真っ暗な地平線の向こうから青白いのろしがまるで昼間のように打ち上げられ、汽車の中はすっかり明るくなりました。ああ、マジェランの星雲だ。さあもうきっと僕は僕のために、僕のおっかさんのために、カンパネルラのために、みんなのために、本当の本当の幸福を探す。ジョバンニは目を開きました。元の丘の草の中に疲れて眠っていたのでした。胸はなんだかおかしくほてり、頬には冷たい涙が流れていました。ジョバンニはバネのように跳ね起きました。町はすっかりさっきの通りに下でたくさんの明かりを綴ってはいましたが、その光はなんだかさっきよりは熱したという風でした。そしてたった今夢で歩いた天の川もやっぱりさっきの通りに白くぼんやりかかり、真っ黒な南の地平線の上ではことに煙ったようになって、その右にはサソリ座の赤い星が美しくきらめき、空全体の位置はそんなに変わってもいないようでした。ジョバンニは一山に丘を走って下りました。まだ夕ご飯を食べないで待っているおっかさんのことが胸いっぱいに思い出されたのです。こんばんは。はい。今日牛乳が僕のとこへ来なかったのですが。ああ、すみませんでした。ジョバンニはまだ熱い牛乳を受け取ると牧場の柵を出ました。そしてしばらく木のある町を通って大通りへ出て、またしばらく行きますと道は十文字になって、その右手の方、通りの外れにさっきカンパネルラたちの明かりを流しに行った川へかかった大きな橋の櫓が夜の空にぼんやり立っていました。ところがその10時になった街角や店の前に女たちが7、8人ぐらいずつ集まって、橋の方を見ながら何かひそひそ話しているのです。それから橋の上にもいろいろな明かりがいっぱいなのでした。なぜかさーっと胸が冷たくなったように思いました。何かあったんですか？子供が水へ落ちたんですよ。